ミュージケア・ズ・パーソン・オブ・ザ・イヤーはグラミー賞を主催するナショナル・アカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・アンド・サイエンスが音楽家の音楽業界における芸術的功績と事前活動に対する献身性を称えて毎年授与する賞。賞の名称は同アカデミーが困窮する。 音楽家に健康面や医療面で支援することを目的に設立した非営利の医療組織であるミュージケアーズを反映している。ミュージケアーズ基金によって選ばれた受賞者はグラミーウィーク期間中に開催される基金の収益性向上を目的としたオールスタートリビュートコンサートで授与される。百九十一年から百九十三年にかけてのミュージケアーズパーソンオブザイヤーは アメリカの音楽家であるデビッド・クロスビー、ボニー・レッド、ナタリー・コールに授与された。1994年には、キューバ系アメリカ人歌手である、クロリア・ステファンが受賞。以降、トニー・ベネット、クインシー・ジョーンズが続いた。1997年から2004年の間は、フィル・コリンズ、エルトン・ジョン、スティングラ・イギリスの音楽家のほか、イタリア人、オペラ歌手のルチアーノ・パバロッティ。 アメリカの音楽家、スティービー・ワンダー、ポール・サイモン、ビリー・ジョエル、アイルランドの音楽家であるボーノに授与されている。2005年から2009年にかけては、ブライアン・ウィルソン、ジェームス・テイラー、ドン・ヘンリー、アレサ・フランクリン、ニール・ダイアモンドらアメリカの音楽家が続いた。2010年に、カナダの音楽家である、ニール・ヤング、2011年には、バーブ・ラスト・ライサンド、2012年には、 ポール・マッカートニー、2013年には、ブルース・スプリングスティーンがそれぞれ名誉に預かった。キャロル・キングは2014年、ボブ・ディランは2015年に受賞。2018年には、グループとして初めて、フリートウッド・マックが受賞。2019年には、カントリー・アーティストとして初めて、ドリー・パートンが受賞している。愛各年は、それぞれの年のグラミー賞の記事にリンクしている。 ありがとうございます。